はいどうも、シーナリーライフフィルムズの西山です。今日はですね、昨日リリースされたばかりのシグマの FP と FPL 用のですね、ファームウェア、FP が 5.0、FPL が 3.0 ですね。この中に入っている、新しいカラーモード、ウォームゴールドのですね、ご紹介というか、一緒に見ていきたいなと思ってるんですけども、まさにまあちょっと今ね、これ、ウォームゴールドで撮ってます。FPL を使って、ウォームゴールドで今撮っていて、まあ、照明をね、つけてはいるんですけども、家の中で。まあ、こういう感じの色になりますよという感じですね。どうでしょうか。結構ね、いいと思うんです。よくてですね。で、ちょっと、昼間ですね、この近くをスナップしてきた写真とかも、あるので、一緒に見ていきたいと思います。早速ですが、こちらですね。はい。まあ、こういう感じ。葉っぱの緑をね、ちょっと暖色よりというか、アンバー寄りというか、そっち側に転ぶ感じ。で、空の色がね、すごいいい感じに出るんですよね。で、白いところも、まあ、ちょっとだけアンバーには寄るんですけども、そんなに、出すぎない、白は白いままという感じに映ってくれるので、いやらしさがなくてすごくいいですね。こういう感じで、やっぱりオールドレンズのゴーストもね、やっぱ相性がいいなというふうに思います。すごく雰囲気が出ていい感じですね。で、この次の写真、これちょっとこれはアンダー目に撮ったものです。アンダー目に撮ったものと次が、まあ普通ぐらい、標準ぐらいで撮っていて、この次がちょっとだけオーバーに撮っているようなものなんですけど、まあそれぞれ良さが出ていると思います。いいですね。はい。で、このまあやっぱり緑の感じもちょっとね、ティール&オレンジの緑の出方に近いような感じもあるんですけども、もっとあれほどこってりしてなくていい感じに、抑えてくれていて、でこのまあ青とか水色の色がね、やっぱりねめちゃくちゃいいなと思います。で黄色もね結構濃く出てくれて、原色赤とかね青とか黄色とかその緑とか、そういうところの色が結構ねやっぱり特徴的なんじゃないかなと思ってますね。こういうちょっと懐かしいような感じの雰囲気になってくれてますね。はい、非常にいいカラーモードなんじゃないかなと思います。で、今回ね、これは写真だったんですけども、ちょっとスナップムービーもですね、撮ってます。ちょっと、これはね、YouTube のアカウントの方に先出しはしてるんですけども、これもちょっと一緒に見ていきたいと思います。はい、どうですかこの、暖色のこの感じめちゃくちゃ良くないですか。空もすごい綺麗だし、この、なんですか、影というかちょっと、ちょっと暗いところがちょっとアンバーっぽく色づくのがね、すごく良くてですね。で、このレンズスーパータクマはですね、55mm1.8 を使ってるんですけど、やっぱりこういうゴースト相性いいですよね。あと、シルバーのもの、鉄っぽいものをね、撮った時の色がね、なんとも言えないすごくいい感じに映ってくれます。ちょっと懐かしいような、まあ、シグマのね、金属の描写って、前々から評判いいんですけども、こういうの見ると特にいいなというふうに思いますね。こう結構動画にもね相性よくて普段使いできるんじゃないかなというふうな色味です。はい、どうでしょうか。これをね動画単体の方でも上げているので、ちょっと何度か見返していただけるようにしてますので、そっちの方もね見ていただければなと思うんですが、どうですかねこの色味。本当に取っ手出しでですね、何もしていない加工。色の編集とかね、何もしてないような状態で上げているので、ぜひ見ていただければなと思ってます。で、ホワイトバランスも、晴天かな晴天晴天うん。ホワイトバランスの晴天の方に設定をしてあって、それでやっているのでですね、同じ設定にして撮ってもらえれば、まあこんな感じの色が出ますよという感じですね。で、カラーモードの強さね、プラスとかマイナスとかも選べるんですけど、今回はプラマイゼロで、やっているので、本当にスタンダードな色の出方に設定してあります。という感じですね。なんか、ちょっとね、ちょっとだけ古い、まあ、なんですかね、ちょっとだけ古くて、ちょっと海外っぽい、色付けのような印象を受けました。ね、本当に原色が綺麗に出るし、程よいサイドで、程よい派手さで、映ってくれるような感じなのでですね、結構使いやすいなと思います。で、本当に、オールドレンズとの相性もいいので、オールドレンズが好きな方にもですね、かなり刺さる色なんじゃないかなと思います。はい。で、ただ、まあ、これもね、昨日出たばかり
なので、まだまだ全然、いろんな環境で試しているわけじゃないので、ちょっといろいろ探っていこうかなと思ってます。で、皆さんもね、FP を使っている方、FPL を使っている方はですね、ぜひファームアップをしていただいて、ご自身の環境で写真、映像を撮って、いいものがあったらですね、ちょっとね、見たいなというふうに思うので、ツイッターもやってるので、そういうところでですね、上げていただければ見に行きたいと思います。で、いいものが撮れたらちょっと教えてほしいなと思っているので、よろしくお願いします。はい。で、ちなみに今日、今もですね、これ、レンズが、さっきと一緒です。スーパータクマの 55mm1.8 と、で、ちょっとね、いつもと雰囲気が違う感じだと思うんですよ。で、それはなんでかっていうと、アナモルフィックのレンズをつけて、今、撮影しています。はい。アナモルフィックですね。ちょっとこう、ボケがね、ざわっとするような、ちょっとこういう感じの、こういう感じ、わかるかなっていう感じで、今撮ってて、で、アナモルフィックに関してもね、ちょっと、まあ難しいところもあって、今いろいろ試している途中、テストをしているところなので、もうちょっとね、理解が深まったら、こういう風に使うといいよみたいな、とか、こういうセッティングでやってますよみたいなものを、ね、お出しできればと思っています。なんで、ね、ちょっと紹介したいものがいろいろね、立て込んでもいるので、ちょっとね、更新をお楽しみにしていただければなと思ってます。で、そう。今回のファームアップでですね、ディレクターズビューファインダーの中に、ちょっとね、何種類か追加されたんですけど、そこに、ちょうど今使っているその、×2倍横に広く撮れる、アナモルフィックレンズのね、あれが増えたんですよ。確かね、前なかったと思うんですよ、2倍のアナモは。2倍のアナモルフィック前なかったと思うので、ちょうどね、それを使ってあげると、モニターのね、モニターのアナモ補正とかなしで、FP のね、背面液晶だけで、その正しい比率で確認ができて、撮影とかできたりするので、それもね、使えるなと思ってます。なので、なんでしょう。FP とか、FPL ですね。FPL と、アナモの組み合わせでもね、結構作品も撮っていきたいなと思っているところなので、楽しみにしていただければなと思ってます。はい。こんな感じですね。ちょっとその、今回、まだその、ファームウェアアップデートのね、内容、しっかり、こう、頭に入っているわけじゃないんですけども、ちょっとご紹介という感じでさせていただきました。まあ、もしかしたら一番ね、熱い内容っていうのは、4TB の SSD に対応したことかもしれません。これね、4K の UHD の、12bit の CinemaDNG のローで、撮ろうとすると、1TB の、ね、SSD をつけていても40分ぐらいしか多分撮れないので、ね、4TB あれば、一つだけ持って結構安心できるなというふうに思ってたりもするので、もしかしたらそれが一番熱いかもしれない。でも、このカラーモードね、めちゃくちゃいいと思うので、皆さんぜひ試してみてください。はい、ということで、また次回お会いしましょう。それでは。